ダグラス・ガーバヌ・アレクサンダーはイギリス労働党の政治家。ブラウン内閣で国際開発大臣を務めた。1967年、グラスゴーに生まれる。父のダグラス・エヌ・アレクサンダーは医者でスコットランド協会の聖職者でもあった。子供時代はもっぱらレンフルーシャイアで過ごす。少年団ボーイズ・ブリゲードにも参加し、マーチングバンドではラッパ武器を務めた。 1981年には、スコットランド BB マーチングバトン選手権での優勝に貢献している。学生時代の1982年に、労働党に入党した。1984年、奨学金を得て、カナダのインターナショナルスクール、ピアソンカレッジへ留学し、国際バカロレア資格を取得、帰国すると、エディンバラ大学へ進学し、政治学と近現代史を学んだ。 1988年には再び奨学金を得て、アメリカ合衆国のペンシルベニア大学へ留学した。この留学中、彼は1988年、アメリカ合衆国大統領選挙における民主党の大統領候補、マイケル・デュカキスの下で働き、また、ワシントン DC で民主党上院議員の下でも、働いた。1990年、当時は、影の内閣で貿易。 産業大臣を務めていたゴードン・ブラウンのスピーチライターリサーチャーとなる。その後、再びエディンバラ大学に戻り、法学士の単位免除を取得する。1993年、非常に優秀な成績で卒業した後、エディンバラで事務弁護士として働いた。それまでの華やかなキャリアとは、対照的に、正解入りまでの過程では苦難が続いた。1995年、 保守党議員のニコラス・フェアバーンの死去に伴い、パースキンロスで予備選挙が実施されると、ここで労働党の候補者として選ばれて出馬した。予備選には、スコットランド国民党のロザンナ・カニンガムが当選し、アレクサンダーは落選してしまうが、保守党の候補者を退けて2位につけることには、成功した。このことが、党首とニー・ブレアの注目を引き、 インバネスでのスコットランド労働党会議に出席を許された。彼はここで投稿料第4条の廃止に関して批判的な発言を行った。パースキンドス選挙区の廃止後、1997年の総選挙でパース選挙区から出馬する。しかし、今度は保守党の候補者にも及ばず、3位で落選してしまう。 総選挙から総費も経たない7月28日、ペイズリー南選挙区選出の労働党議員ゴードン、マクマスターが自殺してしまう。これに伴って予備選が行われることになり、アレクサンダーは労働党の候補者に選ばれる。彼は3度目の出馬にしてやっと初当選を果たし、11月6日に晴れて庶民議員となった。2001年の総選挙では、 再選を果たしただけでなく、労働党の勝利にも貢献したことから、貿易産業省担当の閣外大臣に任命され、市場競争や電子商取引分野を担当した。2002年5月には、内閣府担当の閣外大臣に任命され、続いて2003年6月には、内閣府を担当するランカスター工業大臣に昇進し、閣僚の一員となった。 2004年9月には貿易担当閣外大臣に移動し貿易産業省と外務英連邦省の両方を管轄する。2005年の総選挙後、ヨーロッパ担当国務大臣に任命され再び閣僚入りを果たす。さらに6月7日には水密院のメンバーにも選ばれた。2006年5月5日の内閣改造では運輸大臣とスコットランド大臣の2役兼任となり、 2007年のスコットランド議会選挙を監督した。2007年、かつて使えたゴードン・ブラウンがイギリスの首相の座に着くと彼の内閣で国際開発大臣に任命された。また、ブラウン首相から直送選挙に向けての対策を任された。2015年のイギリス総選挙でスコットランドでのスコットランド国民党選風の煽りを受け落選。 妹のウェンディ・アレクサンダーも兄ダグラスと同じく政治家であり、スコットランド議会議員を務めている。また、2007年から2008年にかけては、スコットランド労働党の党首も務めていた。スコットランド協会の聖職者だった父は、2000年にスコットランド労働党を党首にして、初代スコットランド首席大臣のドナルド・デュアーの葬儀を担当している。家庭では、 妻じゃクリンクリスちゃんとの間に二人の子供を授かっている。党内では熱烈なブラウン派とされ、時にブラウン首相以外に友達がいないと揶揄されることすらある。ありがとうございます。